アルタの祝いはノルウェー最北部フィンマルク県のアルタにある戦士時代の祝い君を言う。1985年にユネスコの世界遺産に登録された。公益社団法人日本ユネスコ協会連盟のようにアルタのロックアートと呼ぶ場合もある。祝いのある海岸線。左手奥にはアルタ博物館がある。アルタの祝いは 紀元前4200年から500年頃までに狩猟、漁老民によって描かれた岩面国画及び岩陰彫刻群で花崗岩の岩盤の上に刻まれたものである。これまでにおよそ20から40センチメートル台のものが5000点以上発見された。北欧及びロシア北部に見られる極北美術の出土例の一つとなっている。海岸線の隆起によって 制作年代の古いものほど高い位置に、新しいものほど低い位置に描かれている。モチーフとなっているのは、トナカイをはじめ、ヘラジカ、クマなど、北極圏に生息する動物たちとそれを追って狩りをする人々、船を出して魚を取る人々などである。登録エリアのうち、最も大きなヒエメルフと、イープマルオクタ地区にある岩井は、アルタ博物館で一般公開されている。 陶器は降雪により見ることができない。1972年秋以来、アルタ市内の5つの地区で岩江が発見され、1984年12月28日に、これら5つの登録エリアを文化遺産とする申請が行われた。正式登録は、その翌年の1985年である。1991年、アルタの岩絵群を常設展示の中心とする。 アルタ博物館が設立される。2004年、岩井軍村賞の報告を受け、世界遺産委員会は、ノルウェー当局に被害の調査を及び保護のための措置を求めた。同年の報告によると、入場者数は68,320人で、緩やかに増加している。2006年7月に、英語での登録名称が、それまでのロックドローイングス・オブ・アルタから、ロック。 アート・オブ・アルタに変更された。合わせてフランス語登録名も、レサイツ・ディ・アート・ルーペストラ・ディ・アルタから、アート・ルーペストラ・ディ・アルタへと若干修正された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。